皆さん、こんにちは。皆さんにすごく嬉しい報告があります。岐阜市が喫茶第4年連続日本一になりました。4年連続トップの座を守りました。総務省が全国の都道府県庁所在地と政令指定都市を対象にした2023年の総務省家計調査が6日公表され、岐阜市の一世帯あたりの喫茶代支出額が4年連続で1位となりました。東京都や名古屋市など大都市を抑えて喫茶文化が根付く街としてトップの座を守りました。調査は2人以上の世帯が対象です。岐阜市の支出額は15,099円、2位の東京都区部は昨年の4位から上昇し14,421円、3位の名古屋市は14,120円でした。最も支出額が少なかったのは青森市で3,648円です。岐阜市は昨年喫茶代の還元キャンペーンを実施するなど充実したモーニングサービスがあり、市民の憩いとなっている喫茶文化の振興に力を入れてきました。柴橋正直岐阜市長は、改めて喫茶文化が根付いていることを実感できた。今後も市内外に喫茶文化を PR し、交流人口の拡大などを図りたいとコメントしました。岐阜市は昨年モーニング文化の振興のため、キャッシュレス決済を活用した 30% ポイント還元キャンペーンを実施しました。モーニング巡りをしてる私としては、今年も昨年と同じようなポイント還元キャンペーンを実施されるよう期待しています。岐阜市が喫茶代4年連続日本一になり、4年連続トップの座を守ったことは、モーニング巡りしてる私にとっても本当に嬉しい報告です。これからもドリンク代のみで無料で提供されるモーニングにこだわって YouTube に投稿していきたいと思っていますので、応援のほどよろしくお願いいたします。今画面に映ってるモーニングはドリンク代のみの400円で提供されるモーニングです。ただいま編集中ですので、完成できたら YouTube に投稿しますのでよろしくお願いします。皆さん、最後まで見ていただいてありがとうございます。次回はどんなモーニングに会えるかな、楽しみですね。これからもドリンク代のみのモーニングにこだわって YouTube に投稿していきたいと思っています。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。